先生が亡くなってしまえばこんな広い家には住めないから、私は千鶴子の家に引き取られていくことになったの。お嬢様ご夫婦がこの家へ来られたらいかがでありますか。千鶴子がね、この家は陰気臭いから嫌だって言うの。変なお嬢様でございますね。この家でお生まれになったのに。私もね、ここにまだ先生が生きていらっしゃるような気がして、なんだか息が詰まりそうなの。このうちは売ってしまおうと思います。でね、あなたたちにも長くいていただいたけど、お別れをしたいの。たくさんはできないけど、半年分のお給料を差し上げます。それぞれの道を考えてちょうだい。私は習志野の実家へ帰ります。西吉君は？私も一旦静岡の家へ帰ります。先生の形見を何か差し上げたいけど、欲しいものがありますか？帽子をいただきます。中折れ帽子？いえ、シルクハット。いいでしょう。およしは？靴をいただきます。お父さんにあげるの？いえ、私がお嫁に行って、もし男の子が生まれたら、その子に先生の靴だよって履かせます。私、先生の歩かれる後ろ姿がとても好きでした。奥様もお体を大事に。ありがとう。長らくお世話になりました。気をつけてね。八子を連れて行けなさんのかね。千鶴子がね、八を見ると父を思い出すからって。